様こんにちは。あ、こんばんはですね、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょう。何最初から噛んでいますけど、はい、山口先生がちょっと体調不良のために、事務所に何日間か出社されておりません。はい、で、このピンチヒッターということでですね、アトラスラジオのインタビュー会を、最近やっております。今回は、前の日に続いてゆりはなさんのいろいろな体験談やお話を聞かせていただこうと思います。ゆりはなさん、はい、ゆりはなさんこんにちは。はい、ゆりはなです。あいもさんこんばんは、はいはい、あ、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、お世話になります。こちらこそお世話になりますね。じゃあまたゆりはなさん、ちょっといつもね興味深いお話ありがとうございます。え、今日もなんかはい、お話があるということでして、はい、はい、じゃあはい、面白くない話なんですが、そんなことはないかと謙遜されていますが、はい、はい、例えば、はい、いろんな、こう悩み事があり、はい、こう霊能者のところにいろいろ行ったりとか、はい、はい、で聞いたりとか、はい、そういった時に、はい、ここの能力者のところに行ったら、はい、同じ内容でこういうふうに言われました、はい、ここの能力者のところに行ったら、はい、同じ内容を聞いているのに、はい、別なことを言われました、はい、こう行くところによって、はい、言ってくださる答える内容、はいはい、答えてくださる内容が、はい、違くって、はい、その何なんだろう、誰を信じたらいいんだろうとかね、はい、こうそういう風になったりすることが、はい、ある方もいると思うんです、はい、はい、それのことについて少しお話しさせていただきたいなと思ったんです。はい、はい、お願いします、はい、はい、例えば一つの病気を例えます。はい、はい、がんでもいいです。はい、このその病気を例えば車と例えます。はい、はい、その場合、はい、なんか私もちょっと上手に喋れるかなんか分かんないんですが、はい、はい、その人の例えば膵臓だったり胃袋だったり、はい、いろいろありますよね。はい、はい、その病気を一つの車に例えた時に、はい、はい、この車は動いています。はい、はい、動くのはエンジンがあったりタイヤがあったり車に必要な意識があって、はい、初めて車は動きます。はい、はい、その中の一つでも欠けてしまえば、うん、車は動きません、うん、はい、これは車にしても自転車にしても何にしても例えてもいいです。はい、わかりやすく今車に例えましたが、はい、はい、例えばタイヤ一つ外しただけでも、はい、車は動かなくなります。はい、はい、そうするとその病気を止めることができるんです。はい、はい、それで、はい、どこを一番大きく知名度の高い、はい、外した方がこの車完全に動かなくなるんだろうっていうことを考えるんです。はい、はい、の時には一番大きいのはどれっていうことはないと思いますが、はい、やっぱりエンジンだったりね、はい、はい、だからそれをこう車に例えるた時に、はい、タイヤが例えば影響してる恨みの霊とか、はい、例えばハンドルが、はい、先祖の
人間とか、はい、はい、あと、はい、うん、その車の形、はい、これがその人の、例えば、前世のカルマだったり、はい、いろんなことに例えられるわけですよね、はい、はい、だからそのいろんな霊能者のところの力団のところに行った時に、はい、いろんな答えが違ってても、すべていいんです。はい、その霊能者さんは、どこの部分を見て外してくれたのかなんです。はい。はい、だから、あの、全部の霊能者さん、私は正解だと思っています。あの、違う答えが出たとしても。はい。はい、その病気の車のどの部分を外してくれたのか。はい、ただ一番、正解としては、はい、この車全体を、あの処理してくれるのが本当はすごいです。でも、あのやっぱりそこの見えるところが違いますので、はい、はい、あのそこの部分部分っていうものが出てくるっていうことなんですよね。はい、なんか紛らわしいですよね。分かりづらいですよね。あ、いえいえ、分かります。はい、はい、ただ、はい、例えばその小さな部分、タイヤを外したら、はい、うん、タイヤ一つだけ、あの外しても、またスペアの別なタイヤが入ってしまったら、また病気は動くんです。あ、なるほど。はい、はい、なので、じゃあタイヤ1つ外すんじゃなくてタイヤ2個外そうか、そうしたら、その分だけ、また病気からは遠のくんですよ、なんかそういう仕組みっていうのが、この例え話としてできるかなって思ったんです。これが、あの病気だけではなく、その影響してる、あのいろんなものに関して全てですね、何を外して、そしてもうそこには入らないように、車が動かないようにするという形にしてしまうとかね、いろんなこうやり方ができたらいいですよね。あ、そうですね、はい、そう、今のなんかスペアのタイヤで、なんかあの今の山口先生を思い出してしまって、で一個タイヤ外したけどまたスペアのタイヤが出てきてしまったのかなみたいな感じですか。ね、なんかね、それがまた、もしかしたらまたそれが、そこの位置を狙ってて、入ってきて、またあの病気を、あのね、動かそうとしてる、そういうあの、なんて言うんだろう、そういう、いたずらものがね、出てきたり、だから、なるべくなるべくいっぱい外せる、ところはいいですよね。あ、そうですね。だから山口先生もスペアタイヤいっぱいお持ちだったのかもしれないですね。なんかね、次々とね。そうですよね。はい、へ、山口先生も、どんな症状なんでしょうかね。やっぱりね、お腹を壊してたりとか、物が食べられなくなったりとか、ね、そういう症状なんですよ。で、なんかね、私たちを脅かすためかと思うんですけど、もう会えないかもしれないよとかね、言ってて、みんなで、またまたとか言ってたんですけれどもね。そうですか。そうなんですよ。ちょっとね、物が食べられなくなっちゃうのがね、心配だから、なんか、こう、なんかゼリー状のものでも何でもね、お腹に入れてくださいよとは、ね、みんなで言ってたんですけどね。本当ですね、柔らかい。そうですか。そうなんです。ね、たくさん神経も使っていらっしゃるでしょうから。そうですね。神経使ってますからね。そうもね、ゆりはなさんにも何度も何度もね、悪いものを外してもらってるのにねって。でね、先生はなんかまた新しいものがくっついたんだとか言ってますけどね。ね、でもそれ順番で
でね、順番に出てきちゃうんですね、うん、来てるんだと思いますね。やっぱりそれがやらなくちゃならないものが、はい、出てるんだと思いますね、うん、はい、こう全然関係ないものが、ね、うん、よそからくっついたとかっていうそういう内容ではない感じがします。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、昔からの、ね、先祖の因縁とかがたくさんあったということでしょうかね。だと思いますね。はい、ね、なるべく大きいのを、はい、ね、外して、はい、ね、処理できたらいいなって思いますが、はい、なんか、すみません、力の不足で。いえいえ、とんでもないです。毎回ね、助けていただいてね、本当にありがたいですよ。はい。はい、うん、ということでね、車に例えるとそういうお話になるということでね、はい、そうなんです、うん、だから、はい、どこの、うん、はい、お神屋さん霊能者さんも、はいはい、私は正しいことを言ってると思います。なるほどね、うん、見る観点が違うだけで、うん、そうそう、なんかね、人によってはなんかね、はい、あの人とあの人は言ってることが違うからなんかどっちかはインチキとかいう方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、それぞれ見える観点が違うということなんですね、はい、私はそう思います。だから、はい、かりました。正しい内容を、でやってくださってると私は思っています、はい、あ、インチキではないということですよね、はい、うん、はい、まあ、インチキの方もいるんでしょうけど、中にはいるかもしれませんけどね。はい、はい、ということでね、ありがとうございます。はい、あとなんかね、はい、守護霊様のお話がね、何かあるということで、はい、はい、あ、はい、守護霊様のお話いいですか？はい、お願いします。はい、ですね、はい、守護霊様は、まあ、守護霊様と、はい、うん、例えることができる。はい、うん、うん、守護霊様。と守護霊、なんていうか厳密には守護霊様ではないんだけども、はい、守護霊様的な働きをしている霊、はい、そうですよね。はい、その人を、うん、この守ってくれている、はい、うん、っていうね、まさにそういうご先祖様、はい、守護してますよね。だから守護してますっていうことで、はい、守護霊様ってもうね、うん、はい、言ってしまってる方もいると思いますが、はい、うん、なるほど、はい、自分の周りに自分を守ってくださってるご先祖様とか、はい、うん、ご先祖様じゃない方とかも、はい、先生で関わってるとかね、はい、はい、いろいろな方いらっしゃると思いますが、はい、こういろいろ私見ていると、はい、やっぱりその人のこの運勢が弱いとかっていう方のこの後ろを見るとなんか守りが弱い方、なんか、はい、本当にこの守りが強い方はやっぱり運勢も横に行ってたりするんですよ、はい、あ、守護霊様が弱いという、はいはい、ああ、ちょっと残念ですね、それは、うん、なんか、はい、そういう方もいらっしゃって、はい、そういう方は、はい、なんて言うんだろう、その、うん、守りきれないのについてても、はい、うん、結局、うん、守ってもらえてないわけなので、はい、その人を守ってくれるご先祖様だったり、はいはい、そういう人に交換するんでしょう。守護霊様を交換するのは自分で交換できますか？私がするんです。ゆりはなさんが交換する。あ、すごい、はい、これはゆりはなさんの鑑定を受けた時になんかゆりはなさんがこうその人の後ろを見て、はい、守護霊様が弱そうだったら交換しますという感じなんですね、はい、そしてその、はい、うん、ご先祖様で、はい、その交換してここの位置に、はい、この方を守ってくれるこの位置に来てもらえますかと、はい、納得してもらってで、はい、はい、じゃあ私がやりましょうと、はい、なってくれるご先祖様がいらっしゃれば、はいはい、
交換します。ほう、なんかすごい話になります。守護霊の交換、はい、そうなんです。はい、もうね、はい、岩箱に足突っ込んだ感じのような、うん、あの、はい、うんとね、守りきれないような感じの人もいますし、あ、はい、で、それ結構、その人はやっぱり、その人はちょっとどっか行ってもらっちゃうんですか、その守れない守護霊様には。うん、どっか行ってもらうか、その人を条例するか。あ、条例になっちゃうんですね。あ、なかなか、はい、条例して、もっともっとね、はい、あの、修行して強くなって、あ、うん、守れるようになって戻ってきてくださいね、はい、みたいな。なんか、なかなか守護霊様の世界もシビアですね。なんか、ね、守護霊クビになっちゃうわけですね。もうクビになって修行し直せと。あ、なんかね、なんかその、はい、うん、守りきれない方も、はい、あの、変わっていい、はい、交換していいですってなれば、はい、はい、そういう形で交換、はい、そして、はい、うん、強い方と、強い方と交換入れ替えるっていうのも、はいはい、ありです。で、その弱い守護霊様がなんかガンとして、いや、私は守れる、私には守れると言ってそれ全然譲らない場合もありますか。そうです、譲らない場合は、うん、えー、じゃあもっと頑張ってくださいねって、はい、あの、まあ、交渉次第なんですが、はい、はい、なんかすごく面白い話ですね。守護霊様の世界もそんな風になってるんですね。そうなんですね。やっぱりその人の運勢を見た時に、うん、やっぱりこう、うん、すごい、なんていうの、はい、運勢の強い方は、はい、やっぱり守りも強いんですよ。あー、なるほど、うん、じゃあなんか俺はついてないんだとかいう人の守護霊様は割と弱い守護霊様がついちゃってる、もういるかもしれません。へえ、はい、あんまり私守護霊様いじったりはしないのではい、へえ、はい、なんかそういうのもそういえばやってたような気がして、はいはい、ちょっと思い出しました。へえ、じゃあ、最近やった鑑定で、あの、守護霊様の交換をされたこととかはありました？やってないです。あ、最近やってないですか？やってないです。じゃあちょっとこれから、これを聞いた方が、じゃあ私の守護霊を交換してとか来るかもしれませんね。ねえ、はい、なんかでも、できないかも。そうなんですか。じゃあ、守護霊様に、じゃあ、もっと頑張ってね、とは言ってあげてください、ね。それは言ってあげれますね。はい。でも、見るに見かねて、うん、はい、もう、本当に交換したくてしょうがないっていう、うん、はい、あ、交換して、誰かいたら交換してほしいっていう、うんうん、守護霊様も、はい、いると思います。ああ、そうなんですか。へえ、なんかすごく不思議なお話で、不思議ですね。その世界の話はね、はい、自分の周り、ね、自分の周りもね、いや、そうそうそう、はい、私はどうだろうなとか思っちゃったりしますけどね。はい、とりあえずね、なんか後ろに夫がついてるということで、それなのに私去年花粉症になっちゃったとか言って。またそんな、ね、はい、文句言ったら夫が俺のせいじゃねえって言いそうな気もしますけどね。あ、あのご主人はこう言ってます、はい、そんなこと気にしなくていいよって。気にしなくていいよ、花粉症を、はい、花粉症そんなこと気にしなくていいよって言ってますか。無責任ないえいえ、アイムさんの花粉症は、うん、疲れから来るものなんです。疲れなんですね。そうなんですか。はい、いや、そう、毎朝ね、そうそう、はい、うん、そう、来るものだって。毎朝朝起きると鼻水がジュルジュル出るので、そう、疲れが溜まってるということですね。自分ではすっごい すごい元気な気がするけど、やっぱりね、疲れは溜まっているということで。はい、そうです。だからたまたま、はい、その花粉の季節になった時にね。はい、花粉にちょっとやられちゃったんだよって、はい、あ、そういう風にやってるんだ、うん、そう、花粉の季節がなくなれば、はい、元の、はい、うん、あの、はい、アイムさんに戻るから、はい、そん、あの、気にしなくていいよって言ってくれてる。あ、嬉しい、うん、ありがとうございます。すいません、見ていただいちゃって、そのままの、うん、そのままの君が好きだよって。いや
叫んじゃいます。そんなこと言ってますか。ちょっと涙出てしまいます。見ていただいてありがとうございます。もう本当これね、ゆりはなさんの担当している役得ですね、担当させていただいてまして、こんな風に見ていただけるなんてね。なんかいつもいつも頑張ってる姿を、はい、応援してるからねって、はい、あ、なんか涙出ちゃいます。頑張ってる姿がとても輝いて、はい、うん、輝いてはい、そう、ありがとうございます。これね、うん、本当にそういうふうに、うんうん、はい、あ、なんかね、私主人がね、生きてる頃にはそんなこと言ってもらったことないんですよ。どうですか。頑張って輝いてとか言ってくれたことなかったなと思いました。はい、そっか、はい、あ、なんか嬉しいですね、はい、魂がそういうふうに言ってます。本当ありがとうございます。元気出ます。いつも後ろに、はい、いつもね、全く、はい、残念ながら全く見えなくってね、はい、はい、まあ、見えなくていいんだよって、いいんだよって、うん、他の怖いものも見えてしまったら嫌なので、まあそれもね、いいかなと、うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、うん、後ろに手をやった時に、うんうん、はい、右手か左手か、はい、手をやった時に、後ろに手を、うん、アイムさんがやった時に、はい、必ず手を握ってくれてるんですよ、はい、そうなんですか。はい、全く何も感じないという、ちょっとビリビリとかなんかね、はい、したらいいのにね。本当に私鈍感、本当にもうみんなから鈍感と言われてますけどね。ああ、そうなんです、ね、ちょっとね、お供え物でもしておきましょうかね。はい、どうも、ありがとうございます。はい、あと他になんか守護霊についてなんか他にお話とかありますか。守護霊さんにおいては、はい、こんな、そうですね、これなんかすごく面白いお話でね、守護霊、なんか守護霊さんってなんかね、勝手に変わっていくのかなって思ってたんですよ。例えばなんかその人がなんか悪い行いとかをした時とかになんか見捨ててどっか行っちゃったりするのかなって思ってたんですけれども、あ、そう簡単にはやっぱり、うんうん、そう簡単には見捨てない、変わんないですよね、はい、あ、そうなんですね、やっぱり、うん、守ろうとして来てるわけなので、はい、ありがたいですね、はい、守護霊様はね、はい、ね、そしたらもうあとは頑張っていただくということですね、うん、守護霊様はね、はい、そうですよね、はい、あと、うん、何点か話した方がいいですか。あ、なんかありましたらお願いしていいですか。はい、はい、うん、そうだな、仏壇に、はい、いろんなこうお供え物、はい、はい、そういうのをするときっていうのは、はい、必ず袋から中身を出してください。あ、袋から中身を出す。例えばお饅頭とかもこう、はい、ビニールみたいのになんかね、うん、包まれているやつはそこから出すんですか。そうです、全部出さないと。じゃあ人間が食べるような感じにしておく。そうです、そうです。ああ、そうなんですね、はい、うん、はい、実際食べてはいなく霊質を、うんうん、はい、霊質というものを食べているんですが、はい、はい、だから、うん、はい、必ず袋から出して、はい、ただ仏様が食べたものにおいては、はい、後で食べると、うん、私たちが食べると分かりますが、はい、味は変わってます、はい、うん、味が落ちてる感じです、はい、あ、そうです、そうなんですね、味は、うん、少しだから、はい、あ、食べてくれたんだなって、はい、分かります。あ、なるほど。そして、はいはい、そして本来神様が食べた神棚にね、はい、あげた、はい、神様が食べたものは、はい、味が美味しくなってるって、そうなんですか、はい、だけど、うんうん、なんか私神様にお酒あげてみましたが、はい、なんかお酒の味ちょっと薄くなってましたね。そうなんですか、はい、ちょっと水みたいに、はい、なんかいろんなね、うん、はい、うん、いうことをやってみると面白いですよ。面白いですね。で、神様が食べるというのは神棚にお供えしたものとかは神様が食べていると、はい、
あ、そうです。で、仏壇にお供えしたのはそのなんか亡くなった方が食べている。そうです、仏様が食べて、仏様が食べる。ああ、なるほど。はい、はい、あとテーブルの上に、はい、うん、テーブルの上、はい、はい、うん、亡くなった自分がご飯食べるときに、はい、お茶飲むときに、はい、一緒に、うん、あの、うん、ケーキ食べましょうよとかって言ってね、はい、あの、呼ぶじゃないですか。はい、はい、はい、あの、うん、そう、はい、アイムさん、はい、じゃあ、あの、ご主人さんも呼んで、本当になんかケーキ一緒に食べようねとか言って、うん、そしたら、はい、ちょっとしてからそのケーキを食べると、はい、味が落ちてたりしますか。はい、うん、そしたらば、はい、もしかしたら、うん、あの、うん、あ、ちゃんと食べてくれたんだなって、はい、でも分かんないですよ、もしかしたらすごく美味しくなってるかもしれないそうですか、すごい楽しい、っていっぱい入ってるかもしれない、そうなんですか、うん、それはすごい嬉しいですね、うん、なんかそんなことがあるので、はいはい、いろいろあの試してみたら面白いですよね。あ、そうですね、そうです、ちょっと例えば、うん、はい、はい、やってみてください。なんか元々の味を覚えておいて、そうです、その味からなんかちょっと変わってるかなっていうふうにね、はい、感じ取るということ、はい、はあ、いいですよね。面白いですね、はい、やってみます、うん、はい、はい、あと私神様から、うん、はい、あの、私買い物してる時に、はい、あのバッグ売り場見てたんです、はい、そしたら神様が、はい、あの、あの、これお前にあの、うん、プレゼントするよってね、はい、うん、言われたんです。ハンドバッグ神様から、はい、はい、それで、はい、嬉しいと、やっとプレゼントしてくれるんだろうってね、はい、こうどっからか降ってくるのかなとか、誰からプレゼントが来るのかなとか、はい、そうしましたら、はい、結局は、はい、自分のお金で買うんですそれで、はい、それが、はい、あの、うん、結局これはお前にプレゼントだってね、うんうんうん、はい、言って、これを買いなさいと、はい、あ、言われたんです。はい、はい、で、うん、プレゼントなのに私がお金払うんだって思ったんです、はい、でも、はい、はい、あの、うん、何回かこう買わないでこう、うん、別な売り場に行くんですが、はい、またそこのところに戻されるんです。戻されるし、ハンドバッグも売れていなくて残っていると。売れてないんです。あ、はい。そして、はい、結局それをあのプレゼントだって言ってね、はい、買って帰ってきました。へ、はい。そしたら、うん、これ何プレゼントなんだろうってね、はい、自分で買ったのにって。はい。はい、そしたらやっぱり、うん、なんて言うんだろう、こういつまでもいつまでも私を守ってくれるバッグなんだなって、はい、へ、どこに行く時も、うんうん、それ、はい、気に入って持ってますし、はい、はい、はい、あの、なんて言うんだろう、うん、すごいプレゼントもらったなってね、もうすごく気に入って長く、ね、使えるものということですね。はい、そうなんです。それよかったら4月15日にこちらにいらした時にそのバッグを持ってきますか。ね、なんか、いや、もうボロボロボロ。そうなんです、ね、すごい。でもボロボロになるまでなんか愛用できるバッグっていうのもすごいですよね、うん、本当にすごいですよね、はい、すごいですよね、うん、で、やっぱりそれ、はい、ゆりはなさんを守ってくれているバッグなのかも。そうなんだと思います、はい、すごい、はい、すごいですね。なんかそんな感じでね、はい、なんか時々そういうことがあるんです、うん、へえ、なんかすごいです。神様からのプレゼントね、素敵ですね、はい、うん、本当にね、はい、そんなこともありました、はいはい、へえ、はい、はい、ということでまたね、面白いお話たくさん聞かせていただきまして、ね、ちょっと私の後ろまで見ていただきましてありがとうございました。なんか面白くない話でしたよね。すごく面白かったですよ、ゆりはなさん、ね、こんなお話たくさんしていただきましてありがとうございます。とんでもありません、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでね、ちょっと今日はあのこんな感じで終わっていきますのでね、はい、はい、でまた山口先生早く良くなりますように。 ありがとうございますね、本当にそうですよね、はい、
はい、なんかもう会えないかもとか言ってる、わけわかんないこと言って弱気な、はい、多分それはね、なんかまた嘘ついてね、はい、みんなを困らせて喜んでるかなって思いますけどね。はい、私4月15日ですよね、はい、そうです、はい、はい、船橋にね、お世話になります、はい、よろしくお願いします、はい、お世話になります、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日はじゃあアトラスラジオが、終わっていきますよ。で、皆様から不思議な体験談、怖いお話など募集しております、ユーマを捕まえた話とか妖怪に追いかけられた話とか、ね、いろいろありましたら、徳島5566の、@yahoo.co.jp の方にメールをお寄せいただいたり、あとはお便りで、郵便番号 274-0814 千葉県船橋市新高根 6-27-2 山口敏太郎タートルカンパニーまでお便りを送ってくだされば、もう喜んでお読みしますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。はい、ではまた明日、はい、さようなら。